子猫の地位が始まるよ。ひららひらら、ひらら触りたい。本当にこのお家に獲物がいるんだろうね。間違いないブニャ。この前確かに見たブニャ。ヒララ、ちょっと待っててな。プリプリですごく美味しそうだったブニャ。プリプリ。今日の獲物はその金魚で決まりだね。うひひひひ。おいしい。ちーったら、ほんとにおいしそうに食べるんだから。僕もお腹空いた。早く行こうよ。はいはい。人間は出かけたようだね。いるのは子猫だけブニャ。子猫なんざあたいたちの敵じゃないね。子猫なんてかわいいブニャ。このバカ。ごめんよ、つい見とれちゃった。あたしゃお腹が空いてんだよ。目的はプリプリ金魚だよ。あたいらは泥棒猫。誰にも気づかれずに獲物をいただくよ。かわいいブニャー。何よブニャー。このおバカ。ブニャー。あの子猫、すっごく用心深いブニャ。そんなわけないだろ。ちー、何ちよ。そら。ひらら、ひらら、ひらら。ちー来たよ。そっち行くね。おかしいね。いないブニャ。プリプリちゃんはどこなんだよ。絶対見たブニャ。きっと2階ブニャ。子猫が上にいるはず。抜き足、差し足、忍び足。ブニャー。ブニャー。一体どうなってるんだい。火や水飲もう。来たブニャ。ここは一旦隠れるよ。火やや騒ぎたいのに。なんて勘のいいやつだ。重いブニャ。にゃっ。今のうちに行くよ。
かわいい。ふにゃん。プリプリちゃんはどこだい？あそこぶにゃん。やっとご対面だね、プリプリちゃん。おいしそうじゃないか。丸飲みがいいかね。うわあ！なんだい？やるじゃないか。あんた、大丈夫かい？これくらいなら、平気ブニャ。うん、それでこそあたいが選んだ猫だよ。へへん。よし、先に行きな。え？ちょいと辛抱しな。痛いブニャ。あにゃ。これ好き我慢だよ。ここまで来りゃこっちのもんだよ。ひらら、キーまた来たよ。あの子ブニャ。ち、これからって時に隠れるよ、ブニャ。ひらら、キーらよ。どっちだろう。あいつら一体何してるんだ。かわいいブニャ。ブニャ。え、タイラ。やれやれ、見つかったもんは仕方ないね。あたいはそして相棒のあれ。子猫ちゃん、お名前は何？はっ、チーラよ。チーちゃん、かわいいね。バニャ。はい。あんた、今までよくも邪魔してくれたね。プリプリの金魚、あたいがいただくよ。プリプリ金魚よっ。お待たせ。ひらら、この金魚、もう子猫ちゃんには指一本触れさせないよ。ちー、触るもん。ちーちゃん、できるもんならやってみな。ひららに何するんだ。この金魚、すばしっこいね。金魚はちーちゃんのものだ。やめうら。なんだ。ノイジー見て。なんだい。こんなに可愛いのにいじめちゃダメだよ。さっきから聞いてりゃ可愛い可愛いって。あたしあんたの奥さんだよ、分かってんのかい。分かってるさ、君が一番可愛いよ。嘘だね。嘘じゃない。本当かい。本当さ。ただいま。あ、ヨヘラ。まずい、退散しないと。お、別の餌場に行ってみよう。うん、にゃっ。え、猫。なになに、猫。
鳩を捕まえたい？ミケおばさん先生の登場だ。次回、チーまた鳩を狙う。レッツダンシンだチー。にゃー、あっち向いてふいやうよ。せーの、あっち向いて。